ンスコ間違えましたな。あなた、最前から聞くのがあちらで待っておりますが。戸田さん、あなただけ残って覚えるまでお会いなさい。旗の方はお帰りになってよろしい。菊野さんって、あの菊野さんかしら。寄席出てるんですって。そう、大変な人気。お綺麗ですもんね、あの方。寄席で手踊りでもなさるの。いいえ、おことよ。まあ、寄席でなんておことがわかるかしら。ですから、追い分けだとか、大勢などでやってらっしゃるんですって。おことで、うん、まあ、嫌だ。お流儀の恥さらしね。教会に当家の敷居を持たんことな。あなた、破門する。まあ、破門だなんて。何もこの子が好き好んで寄席へ出たわけではございません。親一人、娘一人の母親が病気で。うるさい。それだからわしは母親の病気中は黙っていたの。また修行中のうちで宿で金といっては入るまい。流儀の恥も恥だが、嘘にも親孝行の薬代。まあ見て見ぬふりをしておった。母親が死んでいくつきになる。そうあなたのようにおっしゃっても、そこにはそこでまた義理というものがございます。清流さんって言いましたか、お前を寄席へ出した人。その清流って人がこの子と一緒の口座で尺八を吹いているそうでございますけれど、なまじそれだけにこちらの都合ばかりで、おびそれとすぐに寄せない義理もあるじゃございませんか。今すぐ寄席を断ってください。これに出るからな。呼びつかれましてね。お前さんのか、言わせてくださいよ。何の因果で。さっきさんまた言ってるよ。それで菊野ちゃん帰ってくるなり、女性は管理してもう出ます。もう驚きましたね。お前さん一人じゃ客が呼べないからね。ごもっとも。それを知ってるだけはお前さんの取り柄さ。殺してよくでした。で、何かい、本当に口座を辞めるってことかい。辞めて若旦那のところ呼びに行きゃいいんだが、そうは問屋が下ろしませんよ。だからよせ。あれ止めたね。そうつけ。赤くなったよ、この人。うるさいな。それで何かい、寄席を辞めて帰国のうちにでも帰るっていうかい。さあそうでしょうか。こっちで聞いてるんだ。そうでしょう。もっとも辞めたい辞めたいわ。おふくろさんが死んでこの方菊野ちゃんの口癖になっちゃってたんだからね。辞めさせるんだな、芸人って人じゃない。それはそうなんですがね、今となっちゃ辞めるに辞められない羽目ってやつなんです。というのも金から霧までこの足が悪いんだから。さすがに塩部はその無駄口だが、一言半句のセリフも出てしまう。大体の弁慶じゃねえが、こいつただ目ばかりギョロギョロと、とんだ腹芸でしたがね。そのうちどううちの妹野郎に口説かれましたか。今夜からまあともかく席へ出ておきました。気の毒に。まったくと。私が言っちゃいい気なもんだが、ねえ若旦那、頼みますね。鉄道場所の発音でもさせろって言うのかい。茶化しっこなし。あなた様のようなご体験の若旦那に、いわばこっちは女芸人、世間体ってこともございましょうから。世間晴れて、高砂屋とまでは、無理は申しません。日陰にしろ、日向にしろ、せめて共に知らんがの末まで持つって、あの息だけはちょっとお忘れなく。変な嬉しがらせはよせよ。いくらごひいきになってるあなただからって、お世辞にこんなことの言えるほど私は芸がうまくありませんよ。あの人につまらないこと言ってみろ。汚らわしいって泣かれるぞ。何やら
いくらおぼこと言っても18は18。わからんな。あなたんだけは変ですね。夜更けの合奏みたいなあの目つき。わかんないかな。どうせだって無駄だよ。人力車じゃありませんよ。第一、あなたの座敷以外には一切他の座敷へ出ないっていうのはどうか。おい、ほら、君。お前さんに引っ張られて呼んどころなしに来るのさ。あ、そう。じゃあごめん。おい、テレビじゃないの。あばよ。おい。親友ですか。ええ。帰ってまったんですけど、変なやつですよ。あんたも帰りますか。ええ。車探してくれるか。よろしいです。じゃあ車のとこまで行ってきましょう。すいません。なるんだな。でもあと寄席は好きじゃないでしょ。もう諦めました。諦めたって？お姉さんのためなら私。姉さんって本当あるんですか？いいえ。まさか紫雨の妹じゃないですよね？そうでございます。お父さんね、ずいぶんご苦労なさってらっしゃいます。一頃紫雨のやつバカをやりましたからね。その時間でしょうか。お姉さん着るものがなくて5月のぼりもどのくらいの声の中に入って一日お腹を押さえて寝てらした。そんなことがあったんですね。死んだ母から聞いたように思います。そんなじゃ死んだお母さんも相当死ゆには迷惑したんじゃないですか？いいえ、母があちらの鬼かお借りした時分はもうすっかりお堅くなっておいでらしたそうです。お豊さんはもう34ですよ。34までお三郎代わりに追いつかう。死ゆも死ゆだな。お父さんって人も人面倒のいい人だ。まったく、私の母が病気中もう死にも及ばないお世話していただいて、そりゃ本当に喜んで死にました。最近嫁に行くって最高に子供だったんじゃないですか？お二人とか苦労しに行くようなもんだ。よしはいいのに。でも大変な喜びで、またに私なんて何ですか、妙にざわざわ。死ぬやつ、バカな見合わなくて、ご体操もない支度をしてるようだな。そんな金の小鉢中で、あんたまで一緒に寄席に縛りつけられて、今更寄席に寄せない、そんなことじゃないですか？いいえ、そんな。いや、あんたなしで死ぬ一人を相手に、無理な金を石天は貸すもんですか。みんなあんたの体が目当てなんだから、うっかりすると足が抜けなくなりますよ。私なんか、どうせも、どっちみち女芸人と差別まれる。それはいけない。お姉ちゃんの今までのご苦労を考えましたら、どんなことだってしてあげたいと思って。まして女が一生にたった一度の晴れでございますもんね。あ、私生意気って。ひまちゃん、はい、車また今夜はどうしたんだろう。
こまでかな。どうぞ、お構いなく。じゃあ、ちょっとごめんなさい、どうぞ。ごめんください。ごめんください。これ預かっててください。婚礼が今夜ってことをすっかり忘れて、間抜けな話。喧嘩すぎての棒ちぎれさ。あんた、お酒でも飲まされたんじゃない？いいえ。真っ赤な顔して。何ですか、ペタペタ汗ばんで、気色なでございますけど、あみじゃございませんでしょうか。うん。花嫁さん、赤のご飯でお茶漬け食ったかな？いいえ。朝からお蕎麦一つ上がったし、あれじゃ、今頃お腹が空いてお困りでしょうね。これは困った。世間で言うじゃありませんか、小豆のご飯でお茶漬けすると嫁入りに雨が降るって。あら、私、まあ、どうしてこぼんやりなんでしょう。嫌ですわ。え、本当に雨だ。だから三五郎、兄、まだお説教の続きがあったのかい。じゃあよそう。お前とも随分長い付き合いだったな。おかしくもねえ。おめえが今さらいくら真人間な面したって、成平の当時っていう肩書がいつか物をおっしゃる時があるんだぜ。平石さんによろしく言ってくれ。おう、成平の兄、今日はこのまま綺麗に別れてもくせえ飯だけは仲良く一緒に食ってもらうぜ。三五郎、たまにはおふくろのこと思い出してやれよ。兄ちゃん、なんですねこれ。タラジャルなし、着物をごちゃごちゃに突っ込んで、だらしがない。心配すんね。もうじきしっちゃでちゃんと畳んでもらう。兄ちゃん、もういい加減になさいよね、本当に。だからよ、骨を締めしないで、ちょっと長屋で待ったら転がけて。それよりおもらいなさいな。お前みたいに死ぬ外れの花嫁なんて、俺はお金はねえからな。バカね。おや、いらっしゃい。まあ、若旦那、どうも楽しくは。いやいや、おめでとう。菊野ちゃん、若旦那が見えましたね。どうです、見てたよ。まあ、嫌ですよ。そちらこそ、おめでとうございます。何が？出ますよ。だけど、兄さんみたいな、こんなオラコードでもいいんですか？うるさいな。うるさいって。でも本当に気をつけなさいよね。タコさん親、公安がんもどきぐらいなことは言いかねないオラコードですからね。つべこべ言ってないで、さっさと出ろよ。お出かけか。え、こいつを送りがてらちょっと用足したんだ。おいおい、あとお願いします。留守番とは驚いたな。帰るよ。菊野ちゃん、見とれてばかりねえで早くお止めなさいよ。あのうちが花さ。じゃあ、お願いしますよ。じゃあ、ごめんくださいまし。じゃあ、お願いします。飯でも食いに出かけようと思ってやったのに、先を越されちゃったね。でも、お料理屋さんでいただくの、身につかなくて。せっかくのごちそうも、私みたいなものにもったいのございます。
またお香とお茶漬けかい。でも私書体持ってから思いやられるぜ。あら私あ、あ、いらっしゃいましたね。おお兄、隠れたってダメだぜ。そういうのいい加減にしてくれ。いらっしゃ、帰ってください。兄、今さらおめえを逃がすんじゃねえんだから。うるせえな、タンゴロウ、黙ってろよ。いらっしゃ、2階行ってください。そうかい。じゃあ、姉ちゃん、ちょっとごめんなさいよ。菊野さん、大した人気だね。今、東京帝と末広でした。ねえ、女に筒を動かすのもいいが、俺たちを袖にして逃げようなんて料金を出した方がいいぜ。私はこの頃、体の具合が悪いんだ。俺は誰か、仕事だったら誰か他へ回してください。どうせやれ、お前みたいないい男の香りがザラによって止まるもんか。チッ、クソ面白くもねえ。前田のことにすまねえが、本当の一件は似合うくれ。あの経験悪かねえぜ。今度だけは助けてください。そりゃこっちで言うセリフだ。まあ助けてくれよ。父は俺の体も危なくなって、東橋にも御用の風が吹かねえとも知らねえ。まあその金が入り次第当分金渡り飛ぶつもりなんだ。頼むよ。おい、そんなこと何してんだ。お茶なんかいらないんだ。おい、いらん。そう、何やね、田舎の。いただきましょう。ありがとう。あ、今夜俺の家に来てくれ。ここで話もまずかろう。待ってね。姉さん。歌は僕とおめえも一緒に抱き込んでいくからな。頼むぜ。菊野ちゃん。どうしたらあんたの胸が収まるか言ってください。どうも。ことはどうした。コロリンさんも聞かねえうちは眠れねえなんて不良犬な顔つきはしてるけど、こいついい男と天帝を取ってどっかへ雲隠れしちゃったんだから、今さら物欲しそうにメソメソとせびったって始まらない。女はいなくなったが、幸いいい男の足が残ってるんだから、お客さんもご安心なもんさ。さあ、一つお言い訳ってのを営業するかね。もういいよ、遠慮しなさんな。やるよ。何も勉強の世の中だ。どうしたんだ。お隣のおばさんに鍵預けといたんですけど、おばさんどこかへ出かけてしまって。
くなったわ。帰れないのか。すみません。お疲れでしょ。ついな。あら、お膳の支度がしてあるんですけど、お魚大丈夫かしら。食うね。あら、嫌だわ。あなた、なんとかしてちょうだいよ。なんとかって。ほら。あなた、腰がダメになってよ。あら、どうも申し訳ございません。すみません。スイーツにしちゃって、あいすみません。あ、今ね、旦那、この先の酒屋、伊勢屋のせがれなんですけど、旦那の行ってらっしゃる貿易商会みたいなところに入りたいって言うんですけど、ありませんでしょうか。さあ、うちの店でよかったら、一度ご当人をよこしてみますか。築地のお店の方へですか。ええ、支配人に会えば、なんとかなると思うんです。そうですか。でも、あの子は旦那さんと違って、美人さんの言葉がベラベラしたわけにはいきませんからね。大丈夫かしら。いや、私だって死んだ親父が面白半分教えてくれた方ごとで、英語のうちには入れしませんよ。じゃあ、伺わせますが、いつがよろしいでしょう。いや、いつでも店におりますから。じゃあ、お願いいたします。ええ、この弁当箱少し小さいよ。明日からもっとギュッと詰めてくれよ。それよりあちらで何かお取りになったら、これからたとえ五輪でも契約してくださいねって誰が言ったんだい。でもそのくらい私がうちで始末しますから、明日からそうなったら。いや、いいんだよ。お前の手料理でなくちゃ口に合わないのか。じゃあ明日からお安いギュッギュッ詰めときます。二人とは辛い腰弁さんか。でもあなた、思えば私たち二人にはこれでもまだ幸せすぎますわ。ただお前がかわいそうなんだよ。またそれをしちゃうの。ダメ。ああ、揚げ塩も今日はバカに綺麗だな。一泳ぎして汗でも流すかな。よいよ、今、行水のに沸かしますわ。少し、喉が渇いたな。あ、ダメだよ、高いとこ手を上げて。お前、ただの体じゃないんだぜ。こんな可愛い坊やを見てると、おかみさん、お前さんが東京亭の講座でコロリンシャンとやっていたのがまるで嘘のようだ。客が来たね。僕なんざよく廊下で聞かされたもんだぜ。おかみさん、僕だって朝からこんなところに頑張っていたからないよ。行き先なら行ってくれたっていいだろう。存じません。なに、お宅なんざ長期だって大丈夫だね。サモルってやつ知ってるだろ。存じません。平石ってやつだ。存じません。知らないかね。もっとも奴ら去年の春から大阪へ連れてやったんだ。名前ぐらい聞いてるだろう。存じません。お前さん、騙されてしようと思ったんだな。そんな人じゃありません。まあ、いいや。そいつらがこの間あっちで捕まってね、調べはすっかり届いてる。おかみさん、心配することはないんだよ。お宅はいわば語りの手先に使わせてなんで、行ったって時期帰ってきますよ。ねえ、本当にゆうべからここへは帰ってこないんだね。さっきから申し上げてるじゃありませんか。どうだ。は、十分注意をする。人を一人殺めてると大阪が知らせます。殺人犯ですか。そいつは大物だ。
何です？何が？神さんに父が出ないのかい？お前にしてはこの子丸々太ってるから。昨日からお父が止まったもんですから。それはいけないね。心配するとよくそんなことがあるそうだね。なんだ君か。交代しよう。ご苦労さん。お願いします。あまり強情張らない方がいいよ。じゃあお願いします。中井君。タバコを買ってくれたらちょっと待っててくれんかな。よければ僕らを置いていこうか。すまんな。半分で結構だ。遠慮はいらんで。あの路地はどこに行けるんだよ。あれは川行き止まりだ。そう。ありがとう。じゃあお願いします。おかみさん、おかみさん、逃げたな。詫びのしようもない。役者だなんて。お前のおかげでどうやら僕の少年も芯から叩き直ったとうぬぼれてきた。もや重ねた罪の始末もつけた。昔のボロを出てきた今となって、我が手に天を恐れる大バカ野郎。聞くの名乗って出る。僕は今度こそ名乗って出る。どうぞ収まってくださいまし。それにつけても心残りは妙子のことだ。大丈夫です。あなたのお留守中、妙子は私の手一つできっと立派に育ててお目にかけます。聞くの妙子をよそいやってくれ。何をおっしゃるんです。頼む。ヤクザな父親を持ってつらい苦労をさせるよりいっそ諦めて人様に仇の人にもらっていただいて赤の他人にしたいんだ。むごい、そりゃむごい話だ。そこを頼むんだ。前科者の娘、それも人殺し。人殺し？すまない、嘘です。嘘にしたい。嘘なら僕の心も少しは収まる。生地侍上がりの手が効いたばっかり。悪いやつだが仲間一人切って、仲間うちのいざこざだけに金で抑えてそのままだが、やつらを裏切った形の僕だ。大阪で挙げられた平石屋三五郎がもう黙っちゃいまい。あなた重々のろくでなし。明日の日母さんの代が飛んでお仕置き場の肥やしになろうと、僕は身から出たさり悲しいもくそもありやしたい。ただ死ぬより辛いのは妙子やお前の。構いやしません。私なんかそんな雑、そんなこと、そんなこと、どうか私のことなどお心を止めさせて。頼む、一生の頼みだ。
妙子の体をきれいなとこ置いてやってくれ。身分はもちろん貧乏人で結構、ただ傷のない仇の両親を持たせてやってくれ。頼む。それだけが心残りで帰っていたんだ。頼む。あなた。一生の頼みだ。神妙にしろ。いかんのか。でもせめて一言お声だけでもかけてやってくだされば力になります。それでございます。うるさい。早く追い返せ。二度と非効果の死をもたらすようなことだと承知をしないぞ。東京浅草区駒形町東京府士族今井藤次郎妻菊野19歳長女妙子1歳。この赤ん坊は助からなかったんだな。はあ、かわいそうに死骸も見つからなかった。船長、そうなんです。じゃあ旦那、よろしくお願いいたします。ああ、これは珍しい。
しばらく。おげさん、通りがかり看板拝見してついお懐かしいもんですから。よう声かけたくなった。ほんまにもう何年になります？10年となりますないけど、思えばもう一昔ってことになりますわ。そうなりますかよな。どうぞ、ちょっと大体聞きませんか？いえ、結構です。最高だ。こんな場所でとっても聞かれてます。いえ、そんな。どこぞと言いたいんだが、もうじき出番なんで、ここでもすぐかけてもらえませんか？ありがとうございます。さあ、どうぞ。しかし、あんたも偉いことやがな。いや、それは無理もない。あなたも達者で。いやいや、達者なだけに一層惨めでした。あきまへん。さあ、どうぞ。で、あなたは今どうしてるんですか？どうです？よかったら私と一緒にもう一遍鉱山出ませんか？ダメです。私みたいなおばあちゃんなんかもう看板慣れしまって。どういたしまして。とも変わらん。昔ながらの優しきの客がまた来きますね。申し遅れましたけど、私こちらに参って佐藤由紀と名を変えておりますの。佐藤由紀はちょっと芸名にパッとしないが、まあ本当にどうです？もう一度鉱山少しばかりでございますけど、お弟子さんもできましたし、どうやらその日のことは書きませんから。いやいや、これはこれはつい心やすだてに感じとくやつ。いえ、そんな、あなたに喜んでいただこうと思って申し上げました。お姉ちゃんいかがです？お手ですか？おかみさんで子供ができましたな。枯れ木の花みたいなもんで、いやいや、とてもおかしなもんですわ。結構ですわご説はとんだご迷惑をおかけいたしまして。そんなお互い様ですよ。いいぞ、いいぞ。お宅の旦那も気の毒さでしたな。でも今となってみますと、私にはかえって嬉しいございます。そういうもんですかね。でも今度宅が出てまいりましたら、それこそ日の目を恐れず地道に二人は暮らせますもの。それにもう帰ってまいると存じますけど、おかげさまと今のところ放送ごとながらも食べるにことは書きませんし、ただ子供のことだけは寂しゅうございますけど、またそれだけ夫婦互いに不憫が増して一層頼りになるんじゃないかなって。私ごめんください、変なこと言い出してしまいまして。いやいや、でも、ゆうさん、この京都に流れてまいって7年、それは夢になれない苦労しましたわ。そうでしょう。でもあの人が帰ってくる日を楽しみに、どうやら今日まで来てきました。生きてたこそあなたにもお会いできましたし、たくだってもうじきですもん。菊乃ちゃん、何でも知らないんじゃないですか？知ってます。一旦戸籍が汚れたら、世間の風当たりがどんなにひどいか。それは私にしたって、あの人にしたって覚悟の前です。どんな辛抱だって二人一緒ならかえって励みになると思いますの。そうかな。何がですか？僕の旦那が死んだって。何ですって？旦那が綾月の前憲法発布のおめでたで出なすったってことはご存じなんでしょう？いいえ、でも出たなら出たで何とか知らせがあります。ないんですか、知らせも。おかしい。本当でしょうか？私もまた劇団が仙台の何とかいうちっぽけな金山で血を吐いたとか何とか。新宇さん、おい、出番だよ。ちょっと待ってよ、どこにも行っちゃいけませんよ。
で死んだの？じゃあ、なんや、失恋やったら。ああ、石見銀山だって。あら、石見銀山なんて古めかしいお薬、今時まだ売ってますの？うちの近所の薬屋さんに売ってますって。二人いても売るの？へえへえ、売るのやったら何ぼでも買うてきますって。アホやな、この人。何をこの人を師範まで行っちゃってんならんね。違うのよ、違うのよ。ほら、うちネズミがとっても多いでしょ。だから、なんだったら、本当に少し買っていただこうと思ってさ。ああ、石見金山ったら言うもん。ネズミも取れまんの？アホやな、ネズミ取りだって。ああ、そうか。おじゅうちゃんって、知らなんだ？うん。いたずら者がいないか、いたずら者がいないかって、昔は旗を担いでよく言いに来たんだけど、今時、本当に珍しいわ。おじゅうちゃん。世話しないして。うん。お師範。しあさったら豊藤賢魚の会をほんまにお出やしまへんのどすか？お師匠はん、え、何？会はお出やしまへんの？そんなやったらうち札だらけに慌てしまう。そりゃいけませんわ。ほぼの名人方のお集まりなんですから、ぜひ聞いといた方がよござんす。じゅうちゃん、世話しない人。そんなやったら明日からお稽古していただけまんの、どんな。無駄足ばかりですみませんね。いいえ、じゃあまた明日。ああ、お師範、あの薬ほんまに買うてくるのですか？あ、お金明日で結構です。ではお大事に。さよなら。さよなら。結構でした。初めてお会いした佐藤さんに口はばったり申し上だが、今後一層のご努力をお願い申します。いや、まったくこの佐藤さんみたいなご熱心な方があったでもこそ、この名作をうずもれずに済んだようなわけで、個人も地下でさぞお喜びのことでございましょう。そうおっしゃっていただきますと、皆さんをここへ無理に引っ張り込んだ私の花も高くなって、ほんまに嬉しいございます。今度の水田の会も会ですけど、この曲を聴かせていただいただけで、東京から京都へ出てまいった甲斐があるというようなもので、いいお土産ができました。まったく今の曲だとか柳川金城の八重犬田など、いいものがご当地にはだいぶあるはずですが。なあ、堀さん、あの今おっしゃってきたこの八重犬様、それともこの佐藤さんより他に今切手のもんってはへんやろ？おや、
長沼さんのところでもご使用でしたか。ねえ、2年ほどでしたか。この人、そら方々とお師匠さんを訪ねてはりました。まあ、そうですか。柳川さんね、あの人とは私、若い時分、まだ修行時代に一つお釜のご飯をいただいたこともありましたが、芸はその時分から退治したものでしたが、何しろあなた、皮肉な御仁でしてな。それはもうあそこでよくご辛抱なすった。あの方ももうお亡くなりになりましてね。内言歌も一つ聞かせてもらいたい。私も昔は覚えておりましたが、病棟のところをすっかり忘れてしまいまして、いやもう年です、いけません。ねえ皆さん、これはどうしても明日の会には佐藤さんに出てもらわないと本当の追善にならなくなりましたよ。さよう。でも私だと。またまた佐藤さん、あんさんという方は何度も死にも縁でも時によりけ、近所のあなたの娘の中に相手にするのは脳じゃあへんで、今度の会の追善もついでんやが、あんたが世にでもええ手がかりとしかないか。あなた様にはこれまで一固まらぬご面倒をかけてすみませんって。いや、どうしてあんさんはそう人の中に出るのが嫌とすね。お客さん、おう、すみませんか。もう良いですけど。あ、これはいかん。何ですか。あの西王子さんのご招待は確か有事でした。ああ、そうでしたな。佐藤さん、お前と考えていてもな。どうも、突然に出まして。突然来ないこの人、隠れてしもうて会わなきませんね。ほんまに世直して。どうも失礼いたしました。あ、お客さん、一台待ってもらうなりめんで。なんでや。一台ちょっとそこまでお客様乗っていきまして、すぐ持っていかされな。なんな、無茶な。いや、すまんな。あ、皆さんどうぞ、お先行ってくやすな。私、すぐに後から参りましたから。すまんな。ええ。丸山のサラミや。ええ。分かっておりますか。ええ、分かっておりますか。さあ、さあ、さあ。さあ、どうぞ。松島さん。あなたが先行ってくださらんと、みんな初対面の方で勝手が悪いと思いますから、私の後に残りましょう。いや、でも、いや、待ってる間にもう一つ時に佐藤さんは届いていました。そうですか、すいません。さあ、ご遠慮なくどうぞ。いや、先行ください。さあ、京都はこの頃、新緑が綺麗でしょうな。ねえ、蔵は旅へ出ても、だいぶ損ですよ。先生。出てくださるか。ご無沙汰しております。やっぱり菊野だったか。お久しゅうございます。聞き覚えのある声だと思っていましたが、やっぱりそうであったか。そこまでに技を収めた。このうちにおいての信用、さこさと察しますぞ。先生。ん？妙子はどうしておりましょう。妙子？何を申す。妙子はお前と海へ身を投げて死んだと新聞に出ておった。太鼓は達者でおりましょうか。太鼓という言葉は一生口にせんという固い約束でわしに預けたはず。それをわしの顔を見るなり、そのざまは何だ。悪ございました。お許しくださいね。
願いいたします。菊野、まさかそんなこともあるまいとは思うが、新聞に出ていた妙子。はい、人形。人形？人形でございます。それまでにして妙子という名を世間から消したかったか。はい、その覚悟を忘れまいぞ。死んで花見浅くものかね。バカだね、本当に。でもまあよかったよかった。それも皆先生のおかげでございます。その時の皆さんに褒めていただきますように、後で先生お一人からキムキムと鬼畜な芸でございますけど、何かとお言葉いただきました時の嬉しさ、生きよ、死んじゃいけない、芸がある、何がなくったって私には芸という頼りが。奥様、これから本当に一生懸命やり直しますわ。そう、そうですとも。本当に聞くの、うちの菊岡塾もね、喜んでおくれ。その後お弟子が増える一方で、狭くて仕方がないもんだから。ほら、お前もご存知だろ、お隣の寺子さん、あそこのお庭を少し分けていただいてね、今お部屋を建て増ししてる始末なんですよ。それはおめでとうございます。それに近頃はおことのほかに、行儀作法はもちろん、女にとって大事なことを意識を教え申すし、第一先生の押し付けが厳しいもんだから、うちの塾を出た娘ならお嫁にもらっても大丈夫だなんてね。本当に嬉しゅうございます。それはますますおめでとうございます。ねえ、お前うちの先生に来ておくれでないか。手が足りなくてちょうど探しているところだったんだけど、お前が来てくれればそりゃ私も助かるんだし、お前一人で置くのはなんだかまだ不安心なんだろう。いな。はい。よいか。はい。書き留めましたな。は。どうやら隅田川もこれで聞けるであろう。これで本当に良いお宅になりました。これもお前の助けがあればこそだ。もったいない、から気を役に立ちませんで。いやいや、お前が戻ってから塾の締まりもできて、世相もいい、家内も大喜びだ。奥様には当の年からこの年までお世話の焼かせ同士、思えば本当にもったいのうございます。当、そんなものであったかな。お前がわしのところへ打ち弟子に参ったのは。はい、2月の8日でございました。はいと言えと言うに、へえと返事はして、よくわしに叱られたもんだが、早いもんだな。本当に月の経つのは早うございます。京都からでももうやがて10年でございます。10年？まだそうはなるまい。今年は明治32年だから。そうか、もうそうなるかな。骨身を惜しまずよくやってくれました。もう先生、おやし遊ばしてくださいまし。ユキ。はい。家庭教師に参らんか。家庭教師などとおっしゃって、私などに滅相もございます。いや、家庭教師と申してもおことが主でな。先生、私一生先生のおそばを離れたくございません。ユキ。はい。土夫さんのご息女を存じていたな。はあ、半年ほど前ここ辞めになった葵さんでございましょ。あれが妙子なら
太鼓でございますって。大きくなったであろう。葵さんは太鼓。せめてもっととっくり顔を見ておくのでございました。ユキ、10年間よく一言も口へ出さなかった。先生、行きなさい。家庭教師のお話は父親さんだ。でも私、先生のお供。いや、わしの残したいものはもうみんなお前に移した。これ以上教えるものもない。行きなさるがいい。わしの礼心だ。それではあんまり幸せすぎて恐ろしゅうございます。しかし驚きました。先生がどんな叙情部をお世話くださると思っておりましたら、これはどうも絶世の美人をお世話くださった。うわ、ご冗談。いや、同じなら嫌いな方の方が娘も喜びますよ。初めてのお役で、定めし冬来た時のことと心配でございます。いやいや、菊岡先生ご推薦のあなたで、こっちは安心しております。奥さんはやっぱり別荘の方でございますか。相変わらず寝たり起きたりはっきりいたしません。いけませんな。それは何かとお困りでございましょう。いや、しかしもう慣れました。ただ娘がかわいそうでね。私は国の山へ出かけて留守がちですし、その娘の面倒を見てやるものはない。そこでまああなたにお願いしたようなわけで、一つわがままものをお任せいたします。おう、青い。ああ、こちらが今度お前の面倒を見てくださる菊岡由紀先生。存じ上げてます。おお、そうか。こちらの菊岡先生ともおなじみか。しかし、あなた、菊岡帝を名乗っていらっしゃるのは。あ、当園の者でございまして。これはますます確かだ。これ、何をぼんやりしとる。ご挨拶をせんか。しばらくでございます。これですから。学校は来年ご卒業でございましたかな。はあ、出してもらえるかどうだかわかりません。そんなこと、あなた。それよりも、そろそろご養子のお話でございますな。はあ、おかげさまで見場は悪いが、至極丈夫なのが一人見つかりました。おお、それはそれは。体の弱いのは家内でもう懲りておりますからな。お嬢様、おめでとうございます。いいえ、お父様のおしゃべり。旦那様、お電話でございます。うん、ではちょっと失礼。先生。あ、私の部屋に参りましょうよ。坊先生の前だと私に何だか怖いんですね。怖くはありませんよ。お隠れなさらんで。どうぞ。ごめんなさい。見出しではないぞ。あのお嬢様がこちらの先生にお部屋どうぞとおっしゃってでございます。行ってあげなさるがよい。ございました。お帰りございません。さあどうぞ。
先生が来てくださるなんて思いもありませんでしたわ。本当に嬉しいわね先生。このままずっといてもいいんですよ。ね先生、何だったかしら。あ、そうそう、塾の皆さんおかわりございません。先生ったら塾でとっても貧乏がおりになるのに皆さんきっと怒るわ。でも怒ったって構わないわね先生。あなた本当に大きくおなりになりましたこと。あら優太先生、半年ぐらいでそんなに大きくなりゃしませんわ。塾をやめになってやっぱり半年でしたかしら。ええ先生、私ダメね、おこと大抵忘れちゃいましたの。いけませんね。でも本当に大きくおなりになりました。あら大きくなった大きくなったってまるで東京市みたいじゃありませんか。ごめんなさい。あら先生、東京って言えば東雲のストライキって変な歌が流行ってんですのね。そうですか先生。ネーブルってあちらのみかん召し上がる。切ってきますわ。本当は暗い病棟ですな。もう結構ですな。母さんどう、今日はダークイング。昨日は菊岡先生好き。気に入ったわ。大地お綺麗だものね。そーら始まった。何よ母さん、女のくせに別品さんが好きだなんて嫌なやつだって父さん伏せたわよ。同じならお前綺麗な方がいいんじゃないの。今度の看護婦さんみたいな私嫌い。そういえば看護婦さんはさあお薬取りに行ったんだろ。あの人よく働きそうじゃないの。働くのはいいんだけど、あの顔で真っ白けにおしろいを塗ってさ、そのくせ旅がいつも汚い。あらあら、今日とっても着込んでたのよ。まあいいこと。不手際で薄型が乗ったのございます。どういたしまして。母さんのお花何流へんてこね。昔習ったきりで今は我流ですもの。我流にしたって穴もないわ。もうよしなさいよ、みっともないわよ。まあこの子にかかったら私本当にクソ味噌なんですよ。あら母さんこそ私のことと言ったらこれから先も褒めたら試しがないんじゃないの。褒めようにもあんたには褒めることがないじゃないの。よしおこと聞かせてあげないから。先生きっと獲物になりましてさ。お嬢様何とお答えしましょう。あらひどいわ、先生まで母さんの味方なんかして。先生ピシピシやってくださいますよ。この子はそりゃ怠け者なんですから。母さんに似たのよ。あれです、親に似ぬ子は鬼子ですって。お嬢様。あら先生、母さんはいけないのよ。父さんが甘やかすもんですから、いくつになってもからねんねん。本当に困ります。本当にお嬢様お幸せで結構ですわ。どうかしら。バカね。あら先生、それあの子の旅でしょ。洗っときます。葵ちゃん、何です。先生いいんです、ついでがありますから。だって洗わしてください。ぜひ洗いたいんですわ。すいません。葵ちゃん、あんたダメじゃないの。先生とっても親切なのよ。お前みたいな気のつかない子はすぐ嫌われますよ。いけないの父さん。いけないってお前、女の大学なんてのはバカバカしいじゃないですか。何がバカバカしいのよ。私どうしたって行くわよ。何を揉めてらっしゃるんです。ああ先生、女の大学に行きたいってね、さっきから荒れておるんですよ。まあ女の大学があるんでございますか。いやね、来年の4月とかにできるんだそうですよ。先生、私の組からだって対岸の人行くんですよ。誰が行って誰と誰が行くんだ。渡辺さんと熊谷さんと、それから一人だけだろ。まだいるわよ。バカ言いなさい。女の大学なんてのはもっとのほかだよ。お前にはね、
河合哲馬という決まったものがおるんだ。お前はすぐ家庭に入らなきゃならない人間なんですよ。そんなこと私知らないわよ。お嬢様、いいわよ、いいわよ。お父さんがやってくれなかったら私自分で苦学するわよ。苦学って何をするんだ。新聞配達でも牛乳配達でもするわよ。何言ってんだな。そんなもの女にできるもんかよ。女中だって何だってするわよ。父さんの急変、いい顔になさい。なんで、うるさいわよ。あんたの子何よ。青い、やめればいいんでしょ。やめろよ。しようのないやっちゃ。旦那様、申し訳ございません。私がお預かりして帰っていけなくおなりになって、本当にお詫びの申し上げもございます。いや先生、そんなことありませんよ。私が甘やかすもんだから。でもお嬢様。いやいや、私も悪かったんです。当人にしてみりゃ考えた上での頼みを、ちょっとのっけに言葉の弾みで私がからかってしまったもんで、お嬢さん無気になってあんたにまであんな失礼なこと言ってしまって。いや、まあ気にしないでください。 いえ、私こそお嬢様につい失礼なこと申し上げてしまいまして。旦那様、どうぞお許しくださいませ。いやそんなこと言っちゃいけませんよ。あなたにお預けした以上、母親代わりになってビシビシやっていただかなくっちゃ。先生、さっきはすいません。父さんがいけないのよ。勘弁してくださいますね。お嬢様、私こそ勘弁してくださいます。いや、あんよ。本当にもう勘弁してちょうだいよ。さっきは頭をどうかしちゃったの。お嬢様、私は構いませんけど、お父様に甘いなことをおっしゃると愛想つかされます。あら先生、父様には絶対私自信があるの。でもお嬢様、親しき中にも礼儀ありって、あなたやっぱり少しいけないと思いますけど、気をつけます。あ、だけど先生、先生本当にもう怒ってらっしゃらないこと、本当にごめんなさい。いちご屋はまだ参りませんけど、他は全部お勘定しておきました。すいませんね、嫌な役目までお願いして。いいえ、これ今月お預かりした分の残金でございます。ともかく一応お手元へお納めになっておいてください。てっちゃん、いいのよ。おかしな人ね。葵ちゃんと呼んでらっしゃい。やい、私。まあ、お前さんもおかしな人だね。知らない。今の方、お嬢様。ええ、可愛いですの。そうでございますか。国の高等中学も2番で卒業したって言ってますし、人間もそりゃいいんですけど、どうしたら小汚いんでしょう。でも、女性さんの方はあの方が男らしいございますわ。男らしすぎますよ。少し第一、あの造形みたいな様子なんとかならないでしょうか。あれじゃ葵だって好きになれませんよ。そうでございましょうか。じゃないかと思うんですけどね。そんなことございませんでしょ。でも葵ちゃん、話が決まってからってものはあれが来ると逃げるようにするんですもん。そりゃ奥様、まだ年がなんでございますもの。恥ずかしいんですわ。そうでしょうか。私なんかあの男の年にはもっとも一つ上は上でしたけど、18の時にはもう父親の家へ参ってたんですけどね。お嬢様、まだ本当に無邪気でいらっしゃいますよ。何しろ河合が私の身内ですから、葵ちゃんにそう無理にとも言えませんしね。大丈夫と思いますけど、それより哲馬さんはどうなんでございましょう。それなんですよ、下手な銅像みたいにしゃっちょこばってて、何が何だか分かりしませんもの。そうそう、てっちゃん、機嫌ぐらい取りなさいよ。若いんだか年老いだか分かんないじゃないの。今お着きになりまして。はい、2時半の汽車でした。母さん、あのね、まあ、お座りなさいよ。どこ行くの。私、お庭の木に水やなくてなんなのよ。まあ、珍しいこと言って、水やらなくても雨が降るから大丈夫よ。いや、母さん、日曜ですから、哲馬さん、今夜こちらお泊まりでしょ。あ、明日の朝、寄宿舎に用がありますね。
どげんしようかと思ったり。てっちゃん、そのどげんだけはどうかできない？ないよ。しかし、おじさんもよく座っておりますよ。嘘。僕と話すときはいつでもどげんです。いや、もう、そう、あの人。おばさん、こっち、座ってください。こちら、葵ちゃんの面倒を見ていただいて、どうか言って。私は、熊本県に来ます。乾いてきます。はい。あなたの国の方にも海ございますの？は。有明海ってご存じないですか？白縫いがものすごくきれいです。ああ、白縫いってお国の方でしたの？はい。哲馬さん。はい。あなた、葵さんどう思いなって？なんて言ってお好き言わなきゃいかんですか。でもおば様が心配していらっしゃいます。何がですか。いいえ、お嫌い？ノーです。絶対。おやすみ。こんな立派な油絵をお国の皆様からおいただきになりますのも、お父様がお国の方々にお慕われになっていらっしゃる証拠でございますわ。父さんもとうとう県人会の会長なんかにされちまって、しくじらなければいいけど。承りますと、県人会には元のお殿様や家族様などお歴々がたんといらっしゃるんだそうでございますってね。ええ、この絵描きさんも確かそうよ。そうしたお歴々の束ねをなさるなんて本当にご迷惑なことでございますわ。でも、ご披露の園遊会は少し大げさね。いいお嬢様、こちら様のご身分ですし、ましてお母様男上げのお祝いもご一緒ですもの。でも、母様良くなって本当によかったわ。そうでございますと、ごとんと参りますと、あとはお嬢様のご婚礼を待つばかりでございます。あら、まだそんなこと。私も、それまでは無事にご奉公できますよ。神様にお願いいたしておりますの。奉公だなんて先生、そんな言葉私怒るわ。先生はもうこのうちの人もないだって父さんそう言ってたでしょ。第一、母さんなんかも先生のことなんだか他人みたいな気がしないって言ってるくらいだわ。お嬢様、先生って一生このうちにいてくださると嬉しいんだけど。ダメ？もったいない、置いていただけました。またそんなおっしゃりをなすって。いや、おお、これか。なるほどね。お父さん、園遊会の余興に私までいっぱい出さなくたっていいでしょ。今さらダメだね。母さんたっての希望なんだから。だって私。お、先生、お願いします。はい。家内はね、これを人様の前へ出して琴を弾く姿を眺めて楽しみたい。いや、前までや構いませんです。そんなことがね、好きな将軍でしてね、困ったもんですよ。母さんはね、それだけが楽しみなんだから、しっかり頼むよ。先生、隅田川なんて難しいわ。大丈夫です。私にお任せなさいまし。土屋先生、これで失礼いたします。そうかい。じゃあ、何分頼みます。はい。私は初めてで何もわからんから。では、皆さんをごめんください。父さん、誰？あの人。中江と言ってね、
県人会の会計をやってる男だよ。探偵さんみたいな人ね。そうかね。昔警察におったというか、正直一途ななかなか気のいい男だ。あ、先生、今度の園遊会のことは全部あの中江に任したんですが、また何かとご面倒でしょうが、一つ相談に乗ってやってください。お願いします。県人会のやつこれか。いいよ、天気だこと。どう、弱く難しくなった？うん、全く気はいいよ。だったから君やって、もっとこんなものの片付けないのね。この間のボート教室見なかった？ええ、面白かったけどな。今日はなんだか蒸し暑いわ。そうかな。あら、しますよ。全くいいお天気だ。お兄様。え、何、何です？あの、おでんの切符あげましょうか。ある、あります。じゃあお汁粉は？いいです、あるです。でも、じゃあ、それとも。ごめんくださいまし。何、千葉の先生がおいででございます。参りましょうか。ちょっと待ってください。あ、お手紙ですか。お出ししときましょうか。いいんです。でもついではございますから、どうぞ。ではお願いいたします。お嬢様、
こちらでございましたか。もうぼつぼつおしたくなさいますようにって奥様おっしゃってらっしゃいます。先生は？お嬢様のお部屋でございます。落ちるじゃないの。あら、ちょっと見せてごらん。はあ、先生からお言づかりしたんですけど。こちらの名当てじゃないの。お渡しなさい。でもお嬢様、一遍郵便出しませんといけないんでございませんでしょうか。バカねえ、何言ってんの。さあ、おかしい。はい、先生。これはどうも、はばかりだろう。君や、先生、私のお部屋ね。はあ。大先生、ではちょっと失礼いたします。君や、こちらをお庭の方へご案内を置いてね。では。またあそこ忘れそうなんですけど。なんでもないじゃありませんか。ツンツンテンツテツンツンコロリテ。因果のほどは逃れ愛も将来はず、この度夫藤次郎はおろか、我が身の継ぎ越し未成など未成など細々と存じおり候もの、父御様御自ら我が身をお引き合わせ参らせ候こと、今さら我が身の在所恐ろしく、この上ご当家様へとどまり候えば、果て果てはお嬢様の御ためわしからんと行く末のこと存じ続け候えば、ご当家様のご身分なりまして今は鉄馬様とて定まりたる御方さえ候に何とて心残りの候にや、今はただ行方定めぬ旅枕、家出とは覚悟極め候えども、たらわぬ女子の浅ましく名残のみ惜しまれて今までとどまりおり候こと、まことにまことにお恥ずかしく存じ参らせそう。一度先生へご相談申しせし、ご相談申せし後とは存じ候えども、お目文字いたし候えば、かえって心の張りの緩み候こと恐ろしく、お叱りを存じながら踏み入り参らせそろ。我が身は哀れと思しべし候わば、さらさら行方などそのままに遊ばされ候よ。今はのわがままお許しくだされたく、心せきそろまま、あらあら申し残し参らせそろ。かしこ。つんつてんつてつんてつてん、とてんつころりんてん、ちつてつて。大丈夫じゃありませんか。先生がついててくださると大丈夫なんですけど、一人になるとなんだか変なんですの。大丈夫です。でもなんだか怖いわ。お先生が来てらっしゃるんですもの。おや、そうですか。奥様もご一緒。ええ、ご一緒。あ、先生、先生の手紙奥様にお渡ししときましたわ。え、君やったらおかしいんですのよ。いっぺん郵便出さないといけないんでございませんかって。お読みになったでしょうか。お手紙。ええ。さあ、お嬢様、かんざしをちょっと。お嬢様、しっかりお入りになってくださいまし。先生、先生がついててくださらないと、なんだか私しくじりそうで嫌だわ。私などお頼りになるそのお心がいけませんの。弾けると自信をお持ちになったら弾けます。一人でやってみせる、そう思いになったら立派に立派におやりになれます。でも私七十か、私がおそばにいるとかえってお嬢様のためになりませんから、私は離れて離れて陰でじっと聞いております。そんな先生不人情だわ。お嬢様、育児のないことをおっしゃっちゃダメダメでございます。先生ったらおことになるとどうしてそんなに怖いんですの。嫌い。お嬢様、先生、芝野先生がお呼びでございます。何ですか、お急いのようでございました。すみません、探しましたけど見当たらないようにおっしゃっといてくださいませ。あら、どうしてですの。お嬢様、この隅田川って曲は
大先生が歌いから取って新しくお付けになったものです。今おっしゃったようにお伝えしてよろしいんでございますか。どうぞ。すみません、お嬢様、少しぐらい間違えて弾いたって曲の心持ちさえ出ればそれでいいんです。心持ちだなんて先生、難しいわ。そうでしょうか。人飼いにさらわれた梅赤丸という我が子の新しい最後を知った母親の悲しみ、そこがお作の狙いなんですけど、お嬢様には母親の悲しみなんてご無理でしたらね。そんなことをしちゃって先生だってお母さんになったことないんでしょ。あります。あら本当、女の子でございました。その方どうなすって。死にました。もうお亡くなりになったの。生きていました。お嬢様と同い年ぐらいでした。あら惜しいわ。その子は隅田川のほとりで生まれまして、隅田川のほとりで亡くなりました。それだけにお嬢様はこの隅田川を引きになった。私きっと泣いてしまうだろうと思って、実はそれで陰で聞かせていただくつもりなんですの。泣かせられるかしら。先生を泣かしちまうほどに弾けたらそれこそ本当に嬉しいんだけど、でもなんだか笑われそうで心細くなっちゃったわ。先生やっぱりそばについててちょうだいよ。またお嬢様は。だって心持ちだなんて難しいことおっしゃるんですもの。大丈夫、私の一心だけだ。お嬢様に何一つ間違わせなどするもんですか。大丈夫です。よし、じゃあ私腕によりをかけて先生を泣かしてまうから、よくって覚悟してらっしゃい。でもいやよ、笑いそうになったら死んだ方のことを一生懸命思い出して無理にでも泣いてね、うつむいてくすくすなんての失礼よ。先生よくって。おいおい、何をしておるの。お前の番だよ。葵ちゃん、いいんですか。お嬢様しっかりおやりなさいまし。先生じゃあ泣かしてまうわよ。今更らしい。先生はいつもお前には泣かされていらっしゃるよ。のでございますが、やっぱりお嬢様の部屋だと思うがな。黙っておきましてよろしくございましょうか。そんなことを言ってるべき場合じゃない。